豊原急整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、皮膚科で治らないニキビの治し方についてお話したいと思います。皮膚科で治らないニキビですね。私自身はですね、そんなにニキビにね、悩まされたことがないんですが、学生時代ですね、皮膚科に通ってる友達とかが、いましたね、ニキビでね。でもですね、一時的には良くなってもですね、根本的には良くなってる様子がなかったのを記憶してますね。それでですね、その時は分からなかったんですが、現在ですね、東洋医学の治療科として、日々治療していく中で、どうしてですね、皮膚科で治らなかったのかっていうのがよく分かるようになりましたね。もちろんですね、ニキビ跡とかね、そういう外科的な世界だとですね、やはり美容整形とかね、そういうとこ行かないとダメだと思うんですが、今現在あるですね、ニキビ、このニキビをですね、治すにはですね、やはり東洋医学ね、東洋医学ということを、ご説明していきたいと思いますね。まず1番目、病院西洋医学ですね、皮膚科ですね。皮膚科ではニキビの周辺、つまり顔面だけに対策をしているから治らないんですよね。ニキビの周辺、つまり顔面だけに対策をしているから治らないということなんですよね。もしくは市販の洗顔とかね、塗り薬とかね、病院でもらえる薬とかね、そういったことも顔ね、その患部だけですよね。患部だけの対象なんですよね。そうするから、だから治らないんですよね。つまりですね、ニキビもですね、出てるところはこういうとこだと思うんですが、体っていうのは全体つながってますので、全身症状を見ていかないと治らないわけですよ、そのニキビが出てる患者さんが他にどのような症状を持ってるかというところを見ないと治らないんですよね。だから皮膚科、病院、西洋医学、あとはその辺で売ってる塗り薬、洗顔では治らないということなんですよ、じゃあ具体的にですね、どうしたら治るか、大きくですね、4つの、タイプを表しました、東洋医学ですね、体全体を見る東洋医学、東洋医学ではまず1番目、おけつ体質、おけつ体質、体の血液が汚れてたり、停滞している状態を表すんですが、こういった患者さんというのはですね、例えば生理痛があったり、頭痛があったり、肩こりがあったり、冷え症があったり、巻き爪があったり、その他ね、いっぱい症状出ますよ。胃が痛く急になったりとかですね、腰痛もありますしね、ドライアイとかね、そういったことも考えられますし、いろんなことね、考えれるんですが、このおけつ体質、体の血液が停滞したり汚れてる状態ですね、そういった患者さんはニキビも出るんですよね。ニキビも出るんですよ、ニキビもあって、生理痛もあって、頭痛もあって、肩こりもあって、ブラブラブラなんですよ。でも皮膚科に行ってもここしか見ないんですよ、生理痛は婦人科に行ってちょうだい、頭痛は脳神経外科に行ってちょうだい、肩こりは整形外科に行ってちょうだいってなるんですよね。違うんですよ。それはおけつ体質だからそのような症状が出てるんですよ。ですので、このおけつ体質さえ、改善すればニキビもなくなりますし、生理痛もなくなりますし、頭痛もなくなりますし、肩こりもなくなるんですよね。冷え症もなくなりますよね。そのようにおけつが原因な場合があるんですね。要は体の中なんですよ。中が悪くて、あれもこれもそれもニキビも出てるんですよ。だからここだけこうやってやっててもその場だけでまた出てくるんですよ。中ですから、中。2番目、こういう患者さんも多いですね。便秘ね、便秘ね、毒が溜まる、大腸と皮膚はつながってるね、東洋医学では大腸と皮膚はつながってるんですよね。あとはですね、毒が溜まる、お風呂で言ったらですね、栓が抜かないわけですよね。栓を抜かないからどん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 悪いものが溜まっていきますよね。そうするとですね、その溜まった毒は行き場をなくして皮膚から出てくるんですよ。東洋医学からすると、それを上からまたこうやって抑え込むと毒を中に閉じ込めることになってしまいますよね。そうすると悪循環なんですよ。ですのでお風呂で言ったら栓をパッて抜くんですよ。そうすると毒がジャ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 、便がジャ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 って出ていくと、皮膚から毒を出さなくて済むので、だからニキビが治るんですよ、
あとはまあ大腸と皮膚はつながっている、これはもう東洋医学の基本原理なんですよね。だから便秘の解消が必要だね。これを改善するだけで、まあニキビが治ったっていう人はいくらでもいますね。もう一つ、冷え、のぼせね、これのぼせてるタイプですね。まあ末端が冷えてのぼせてるタイプでもいいですし、下半身が冷えて上にのぼせてるタイプでもいいですね。要は上に熱が上がってるタイプなんですよね。ちょっと赤ら顔のね、方もいますね。そういった方は上に熱が上がっていることでニキビが出る、ね、上に熱が上がっていることでニキビが出る、ね、上にこう熱が上がっているわけですよ、ね、それでまあこうニキビがこう出てくるんですよね。実際ですね、これを解消してニキビが治った人はもういくらでもいますね。それをまあニキビの周辺、つまり顔面だけに対策をしているから皮膚科では治らないんですよね。体全体を見ないと治らないということですよね。冷えててのぼせてるとかね、そういった症状の方はまあね、また肩こりがあったりね、足が冷えるからむくんでたりね、腰が重いとか、まあ様々な症状も言いますね。そういったこともこの冷えのぼせを改善することでニキビだけではなく他の症状も改善するんですよね。4番目、こういうタイプもいますね。胃腸が弱ってるね、こういった対策をしても治らない人がいるんですよね。そうすると胃腸が弱ってるので胃腸を高めるような治療をするんですよね。内臓が弱ってるとニキビが出るね、これも実はあるんですよね。胃腸が弱っててニキビが出るタイプがあるんですよね。まあ少しね、口頭では難しいですが、東洋医学ではまあそのね、消化器系がまあ筋肉ね、まあそのこういうね、ところのまあ贅肉みたいなもんですね。そういうところとつながってますよというようなね、基本原理があるんですよね。胃腸とこういったね、まあ皮膚とその中身とつながってますよみたいなところがあるんですよ。ですのでその胃腸が弱るとそういったところにもまあ症状が出ていくわけですね。まあ、以上ですね、大きくこの4つを改善すればですね、ほぼまあ 95% ぐらいのね、ニキビの患者さんは治せると思いますね。100% かもしれませんね。当院に来られている患者さんで、こういったことをしてですね、まあほとんどの人がまあ改善しますね。皮膚科に行ってもですね、その場限りですし、他の症状はまあわからないわけなんですよね。皮膚は皮膚しか見ないんでね。ただまあ現在まあニキビ跡になっている方はですね、まあ西洋医学のまあその外科的な世界でしか治せないと思いますね。まあ東洋医学でもまあ美容診なんかでですね、対策はあると思うんですが、まあそういったところでまあ地道にやるのもまあいいと思いますね。でもですね、大きく分けて やはりですね、西洋医学は外科の世界、東洋医学はまあその慢性的なね、症状が得意ですね。以上ですね、皮膚科で治らないニキビの治し方、これはですね、もう論より証拠で本当にこれやったら治れますし、ニキビで困っている方はですね、このような対策をしてくれる治療院ですね、まあ、そういった治療院は、まあ、東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めします。以上です。